テリー・ソーチャックは、カナダ連邦マニトバ州ウィニペグ生まれのプロアイスホッケー選手である。NHL では、デトロイト・レッド・ウィングスを皮切りに、数チームでゴーリーとしてプレーした。ソーチャックは、多くの者のから、史上最高のゴーリーの一人と認められ、数多くの受賞歴、記録を持つ一方で、残されたエピソードには、不幸なものが多く、その人生は、悲劇的な色彩を帯びている。 41歳で創生したその翌年ホッケーの殿堂のメンバーとなった。テリー・ソーチャックは労働者階級の住む地区で育ち、野外リンクでアイスホッケーを始めた。10歳の時にアイスホッケーのゴーリーであった17歳の兄を心臓麻痺で失い、ソーチャックは片身の防具を身につけてゴーリーとなった。12歳の時、戯れにプレーしたラグビーの試合で不注意から怪我をするが、 この怪我は、実は骨折であったことが2年後に分かりその治癒の経過も思わしくなかった。ウクライナ系の血筋を持つことから、ユーキーとあだ名されたソーチャックは、17歳で、ユナイテッドステーツホッケーリーグのオマハで、プロ選手生活を始め、その年のリーグ新人賞を受賞している。その後あるに昇格し、インディアナポリスキャピタルズに加入したが、ここでもソーチャックは、 新人王に輝いている。1950から1951シーズンからは NHL のデトロイト・レッドウィングスでメジャーデビューを果たす。このシーズンで11のシャットアウト勝ちを含む70試合に出場し、ここでもリーグ最優秀新人賞に与えられるカルダー記念賞を受賞した。3つの異なるホッケーリーグで新人王となるのは総チャックが初である。 翌1951から1952シーズンでも12のカン勝ちを収め、1試合あたり平均失点率1.90の好成績を残した。1952年、レッドウィングスは、スタンレーカップの準決勝トロントメープルリーフス戦、および決勝モントリオールカナディアンズ戦にいずれも4戦全勝のストレート勝ちするが、総チャックは、 この8試合のうち4つをシャットアウトに封じ込め、失点もわずかに5点と大活躍を見せた。これ以降もレッドウィング在籍中に、ソーチャックは1954年、1955年とスタンレーカップを優勝を経験している。ソーチャックの若い自分はゴーリーの顔面を保護するフェイスマスクが登場するよりも前で、傷の痛みを押しても出場することが当たり前であった。 ゴールポスト内において、装着の守備スタイルは、極端なクラウチングスタイルであったことから、パックが顔面を襲うことがしばしばで、プロ生活十数年を通じ、その顔面には、都合400針も縫った跡があったと言われる。また、骨折のたや、追間板ヘルニアにも悩まされたとされている。なお1963年に、ボビーハルのスラップショットを顔面に受けて、以降は、 フェイスマスクを着用するようになったと言われる。ソーチャックは気真面目な性格で、試合に欠場した人に活躍の場を奪われることを極めて恐れていたと伝えられる。この恐れはやがて現実のものとなり、1954から1955シーズンにはライバルゴーリーにグレンホールが登場し良い働きを見せると、同年6月3日にはソーチャックはボストンブルーインズに トレードされてしまう。装着は当時から神経質な面があり、そのためか体重の変動にも苦しんだ。プロ入り間もない頃には約 104kg の肥満であったのに一時は約 75kg 近くまで体重が激減したこともあった。移籍したブルーインズで装着はうまく雰囲気に馴染めず、心身ともに 状態は悪化し1956から1957シーズン途中27歳の時に深刻なストレスに耐えきれず一旦戦線から離脱している。この後1957年7月10日のトレードでレッドウィングスに復帰を果たし徐々に復活の兆しを見せ2回のオールスター第2チームメンバーにも選出されている。 1964年にはトロントメープルリーフスに移籍し、翌1965年にはベジーナトロフィーを受賞したほか、チームを1967年のスタンレーカップ優勝に導いた。メープルリーフスでは5歳年上への先輩で、引退直前のゴーリー・ジョニー・バウアーと交代でゴールを守ったが、バウアーの幸せそうな現役末期を常に羨ましく感じていたとされる。 1967から1968シーズンはロサンゼルスキングス1968から1969シーズンはフルス、レッドウィングスを転々とし現役そして生涯最後のシーズンはニューヨークレンジャースに加入するソーチャックはどうしようもない鬱に悩まされることがありそのような状態はしばしば彼の振る舞いに影響を与えたとされる ニューヨークの自宅近くのバーで、レンジャーズのチームメイト、ロン・スチュワートと酒を飲んで格闘し、内臓を痛めたことが原因となって、数週間後の5月10日に池を引き取った。ソーチャックは、ミシガン州、ポンティアックのマウントホープ墓地に埋葬された。スチュワートに関しては、事故に対する責任は不問にされた。ソー・チャックは、971試合に出場し30年余り、 リーグ記録として輝いた生涯447勝を経験したほか、103回のシャットアウトゲームは2005年時点で未だに破られていない。その死の翌年の1971年には、ソーチャックは通常の待機期間を待たずして、ホッケーの殿堂入りし、また、米国のホッケー界への貢献により、レスター・パトリック賞を受賞した。1997年には、 スポーツ作家のブライアン・ケンドールの筆によって、シャットウとザ・レジェンド・オブ・テリー・ソーチェックが出版された。2001年には、ソーチャックの肖像は、カナダの郵便切手の図案として採用された。ありがとうございます。